ロブ様は、王は、シュゼルト様を信じておいでです。しかし、シュゼルト様をかばったことで、ムラガ様を激高されました。リオニスと裏で同盟を結び、我らフェネスを滅ぼそうとしているのではないかと。バカな。ホルンを信頼しているからこそ、大切な一人娘を嫁がせたのに。とも、さすがにロブ様も言葉に窮し、見せしめのためにナイアをムラガに差し出したのか。いいえ、ムラガ様はロブ様に一切を告げず、廃墟の忍びに命じてナイア様を。許さぬ。ここでことを起こせばフェネスの思う壺だぞ。今ここでシュセルト、そなたがフェネスに剣を向ける。それこそがムラガの狙いだ。わからぬのか。そうなれば、父上はもはやムラガに頭が上がらない。その上で、わらわをも始末できれば、ムラガの奴め、そう考えているのだろう。私は、ムラガを斬る。それだけです。それで祖国を滅ぼすことになってもか。申し訳ございません。出過ぎた真似をいたしました。過ぎたことをあれこれ言ったところで何にもならん。だがリオニスの者には絶対に手を出してはならぬ。リオニスは敵国です。手を出せば斬る。良いな。承知いたしました。ムラガメ、不作法な蛮族と聞いていたが、ここまで用意周到とはな。よかろう。わらわも腹をくくるとしよう。モント。Thank you.